こんにちは、ライムです。ということで今回はちょっと遅くなったけどセリスのマスターシンギー使っていこうぜ。はい、ということでね、相変わらず、コロナの後遺症の咳が出るんでちょっと飴舐めながらやりますが、セリスのねマスターシンギー、こちら使っていきます。で、このセリスのマスターシンギーについては当たりだね。当たりのタイプ。何がっていうと、このマスター追撃のところにね、自身の新限界突破レベル1アップ付与っていうものがありますので、199,999が最大打点ということになります。で、このねマスター追撃でいかにダメージを出せるかが、プレイヤーの腕がねそこにかかってくるということですね。はい、ということで、そんな感じと、あと何気に多分ねセリス使ってみた動画ってほぼやってこなかったと思うんだよね。理由は、どう使っても誰かの劣化になっちゃうから、うまい使い方がね、出なかったんだけど、今回マスター進撃が出たおかげで、オルランドゥとかね、その他、キャラが揃ってくるまでのつなぎとしては、十分に使っていけるかなというとこだね。で、あと、究極審議とかが、これ何気に強いんですよ。一応。攻撃するたびに、ダメージアップ中がくっついてくるんで。しかも、これ、アビダメアップじゃなくて、ダメージアップだからね。何が言いたいかっていうと、必殺技とかにもこれが乗っかってくるってことだね。はい。あと、D 角ですね。はい、こちら、ツインエレメントモードのやつ。一応、これ、モードにも、これ割と強い。日定時間氷性まといを味方に付与ってやつ。ただセリスの、難点としてですね、これが全体攻撃の代わりに5回攻撃っていう5を背負ってしまってるってことだね。スコールと同じタイプだね。なのでちょっとその分ですね、他のね専用キャラよりも火力が落ちてしまう。ただ皆さんお気づきですか？この究極審議ね、の進撃部分。これ敵全体6回攻撃で、これクラウドと同じタイプだね。1回攻撃増えます。ただその代わりダメージ力アップと限界突破レベルプラス1は捨ててる感じなんで。この究極審議をね、うまいこと活かしていきたいなと。で、こちら悪神が、追撃ではなく待機なしタイプだね。だから D 角の待機時間短縮のところは、意味がなくなってしまうんですが、仕方ない。以上。あとは、いつも通りベアトリックスとか使っていくような感じですね。はい。で、今回バッファー3人入れようかと思ったんだけど、ギガコロなんで、闇属性弱点ね。なんで、闇属性じゃない、ごめん。闇属性の生属性弱点なんで、いいかなと思って。バッファー2人にしてます。どうだろうな、でも、火力、199,999出るかな？ってとこなんだな。ちょっと怪しいとこあるよね。ちなみに、今回は、練習とか一切してませんので、ぶっつけ本番だね。ダメージどんぐらい出るか分かりません。で、エデンとか、オーディンまでですね、席は。はい。ドゥームズデイ以降はあえて使いません。そんな感じで行きましょう。よっしゃ、やっていきましょう。さあ、行くぜ行くぜ。行くで行くで。やっていくで。行くで行くで。
これ衝撃だけど、エアリスさんってさ、エアリスじゃねえわ、セリスさんってさ、リスが一緒だったね。エアリス、セリス。何言おうとしたか、ちょっと待ってね。これはこれでこっちに集中しなきゃいけない。そう、セリスってエンアスとかさ、オメドラとか使えないもんね。ちょっと不便マンなんだよな、この人。マスター足に打っちゃおっかな。失礼。コロナがね、コロナの、厳密にはコロナの後遺症が治らず、おりゃー、トゥルーストライク、トゥルーストライク。究極真偽。さあ、連続ダーガを食らって威嚇。そして究極審議。これで味方全体の待機時間を一定時間短縮。そしてセリスがまだ止まらない。おりゃー、これで一定時間物理攻撃の待機時間短縮。デバフで火力を上げてく。グラビジャー。そうや、ギガコロってアンチヒールないな、こいつ。フェーズ1は。さあ、セリス、あ、やべ、忘れてた。アクセル審議を打つのを忘れていた男。ダメダメですね。こういうとこかなって思う。こういうとこが悪い。まあ、衝撃7万6000からのエロビートレイン。ダメだった、バカやった。これやっちゃうとあれなんだよな、次のターンダメージアップ中が。ボルは29999カンスト。まあ2999ならね、仕事はまあ精霊バフだからね。デモンズウォールって確かあれだよな、この後なんか特大ダメージが飛んできたような気がする。
とこれ備えとかねってやべえんじゃないか。さあセリス悪神使います。おりゃー、悪神でさえ7万。さあ行け、セリス君の本気を見せてやれ。あ、これはマスター追撃ね。さあ行け、スピニングエッジ開通。うぅー、9万刻だけ9匹。これだから今回2だから、今これが6回攻撃です。 6×5 だね、確定5回攻撃だから一旦300万ってこと。300万っす。これがセリスという女、これが女セリス。おりゃー、これでセリスの回復足りてんのかな、これ足りてるかな。確か1万2000とか飛んできた気すんだよな。軽減バリア張らねえとダメかもな、もしかして。これで耐えられなかったら泣いちゃうんだけど。ああれ使うか、超絶。この超絶で確か軽減バリア大だった気がする。バフかけついでに。おりゃーおりゃーおりゃー。これでもうセリス2ターンで600万削ってるんでしょ。アホだねアホだな、これはさすがにアホ。あ、これ。おー、軽減バリア大、効いてるね。で、マスター審議いつ打ったっけな ?17 秒ぐらいで打ったから、そこから15秒持続でしょ?って考えたら、あと3秒後ぐらいにマスター追撃かな?マスキ打ってる暇ねえな。ウェーイ。しかしこれをものともしないデモンズウォールもデモンズウォールやで。どんだけ HP あんだよこいつ。これでも耐えてくんのかよ、イカれてるな。これも結構強ダメだけどね、5万出てるからね。そろそろセリスのマスター追撃発動しそう。腕章怪人、ベアトリクスでフェーズに行くかな。フェーズに行くね。ってことは、硬くなるな。硬くなるし。あー。腕章剥離か。それはいけねえやつ。あー、やべえ。ゲージ溜まってねえんだけど。ちょっとタイミング悪いな。フェーズに行くタイミング悪かったな。やべえな。健康一滴が使えねえぞ、これは。これよくねえっすね。どうすっかな。クリフォー?クリフォは19万999出てるね。これ良くないっすね。あ、待って、ウォルがデュアルシフトで、ウォルシフトで、健康引敵できた気がする。ついでに、ダメージアップもできた気がする。てかチェーン切れちゃう。
うわー、いいね。300万だよ。おりゃおりゃ、300万。ちょっとあれだったな、チェーン打つタイミング早すぎたかな、これ。絶対、いやー、チェーン打つタイミング早かった。あ、マスター追撃出たね。19万99。あー、チェーン切れやがった。やだよー。チェーン切れたよー。チェーンなくても3万9099出てんの草だけどな。チェインとは一体。チェインとは一体。もうこのまま撃つしかねえ。え？チェインなしで12万3000出てる。これチェインあったら 100% もう19万999出てるってことじゃん。なんじゃそりゃ。なんじゃそら。なんじゃそら。サムネこれでいくか。チェインなくても12万っていうサムネでいくか。ありがとうございました。ちょっと僕の立ち回り下手すぎたね。下手すぎた。いや、まあこんだけで十分だね。でもまあ分かったでしょ、チェインあったら19万999っていうのが。まあまあまあバカでしたね、僕がね。だからやっぱマスター追撃のことを考えるとだいぶ遅く発動しないとダメだね、チェインね。チェインに間に合わない、乗っかってこない。うん、なんかそうだね、マスター真偽打って、次の必殺技即時打って、で次のターンで必殺技打って、その辺でようやくチェインかけるくらいのタイミングじゃないとダメってことだね。はい、まあそんな感じです。セリスが今現在生属性物理アタッカーの中でもね、トップクラスのアタッカーにまあ踊り出たんで、ぜひね、あの生属性欲しいなって思ってる方は狙ってください。といったところで今回の動画をここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。